どうも、オニメンタル国場です。今日2020年10月の最終日、31日の土曜日、時刻は午前10時頃ですか。ということで、今まさに、えー、この市販模試をやっておりました。来週ですね、行政書士の本試験がいよいよスタートということで、今日はこれをやるのを決めてました。レックさんの市販模試、第1回目からあ第3回目まで今日必ずやります。ということで、今日第1回目のまだ途中なんですけども、 おと子供たちがですねちょっと午前中急に遊びに行って部屋がシーンとなりまして「あ YouTube 撮ってないわ今がチャンスだ」ということで YouTube を今急に、えー、撮ってますということでたった今ちょっと気づいたことなんですけどもこの試合もしまあ途中で、えー、まだ今やってる最中で、えー、ちゃんとやれよって言ったとこ,とこなんですけど私 この行政書士の問題60問あったら逆からいつも解いてましてっていうのは動画でも何回か言ったことあるのか分かんないですけど問いの60文章題から行ってえ一般知識行ってで記述か記述3題解いてでえ何がある確か問いの40とか足した選択肢聞いてんで 行政法とかあそ,のその辺民法とか行くんですけどまあ今行政法で途中止まってるところでで何が言いたいかって今その文章題行って、えー、一般解いてた時にこの個人情報の問題系が全然分からなくてですねいやいや来週試験なのにということでで何なんかなって今ふと思ったんですけども、えー行行えー、個人情報のテキストとかまあ 一般的にはちょっと読み込み込をしてないんですねいつも私問題中心まあ見てくれの通りアウトプット中心型なんですけどもとて春にですねまあ行政法民法をやるにしても一回テキストわからんなりもさらって読んで漠然とこんなことかなって感じてからまあさあスタートしてるんでまあ問題をやりにつけてもその体系立てたことがまあなんとなくっていうので知識が追いついてくるんですけども。 個人情報系に至っては全然ですね、えー、勉強まず何かっていうことを知る余地もなくですねとり特に問題あって、えー、間違えたところ、うん、こんな感じかなっていうことで忘れてまた問題やって忘れての繰り返しですね知識が全然断片で的で体型立ってないのでこの個人情報系もですね 一般で23問多かったら4問ぐらい出るんで60問中の4問って結構多いんでやっぱり点数取りにかかるためにはあバラバラな知識だダメだということで今日初めてですねまあ問題よった晩でもですね、まあ、晩酌しながらでも何でもいいんですけどおまあ体型立てて、えー、いっぺん読み込みをするっていうことで、えー、個人情報系、えー、とかいろいろある。 もうそれに付随した知識あると思うんですけど、まあ、ちゃんとおー読み込みをしてみようと思います、えーまあ、無敵の行政書士とかあ、まあ、その他テキストでも何でもいいんですけどもちゃんとおー読み込みして、えー、この点数を取りにかかろうと思いますということで、えー、何の話かなあーということではい皆さん素敵な土曜日をお過ごしくださいというか、まあ、勉強頑張ってまいりましょうという話でした。はい